皆さんどうもこんにちは。遊園地のアトラクション以外の船に乗ったことが一度もない、うつ主のミーです。タイタニック霊夢こと霊夢です。なんだその芸名みたいなの。白黒に船、なんか既視感があるマリサだぜ。ということで今回は、ボーネズミさん出演、蒸気船なんとかの著作権が切れて、そのホラーゲームが登場したので、元気よく実況していきたいと思います。消されないよな。大丈夫だよな。大丈夫よ。著作権が切れてるならやりたい放題できるわ。やりたい放題はダメだろ。なんか不安だけどとりあえずやってみるか。ここは蒸気船内、私は一体何のためにここにいるのか。観光客として乗船していないのは確かだ。とりあえず船内に人がいないか探してみるとしよう。っていう感じでしょうか。そうね、導入はバッチリだわ。おい、本当に映して大丈夫なんだよな。大丈夫大丈夫、この人はただのネズミさんだわ。おはよう、僕の新しい甲板員として、君にいくつかの仕事があるよ。え、甲板員なの私。デッキを掃除してきて。あ、わかりました船長。足跡があるな、これを掃除しろって言ってるのか。このブラシを使って掃除しろってことみたいです。ちょっと待って、雑用じゃないこれ。そうだな、甲板員としてここに勤務している以上、船長の命令は絶対で、言われた仕事をこなさなければならない。これも立派な仕事、心を込めて掃除するよ。ちょっと船長、白黒でよく見えないんだけど。ごまかせるんじゃない？さっきのやる気はどこに行ったんだ。船長、デッキの掃除、終わりました。よくやった。次はジャガイモを切ってくれ。ジャガイモ？わかりました。ここにどっさりジャガイモがあったぜ。デッキの掃除の次はジャガイモのカット。やっぱり雑用じゃない？甘んじて受け入れろ。ということでジャガイモを切っていこうと思います。雑？いいのかこんな適当で。この大量のジャガイモは蒸気船の燃料にします。食料だろ普通に。お次は石炭を釜にくべます。蒸気船だもんな、これも立派な仕事だぜ。ところで他の甲板員はいないのかしら。船内をうろうろしているけどネズミ船長の他には誰もいないみたいだね。ワンオペか、大変だけどやるしかないんだな。船長、ジャガイモと石炭、終わりました。よし、今日はもう君の助けは必要ない。もう休んでもいいし、好きなことをしてもいいよ。好きなこと、ここには何もなさそうだけどね。船長の声無駄に怖いな。船長あんなところで突っ立ってて暇じゃないのかしら。船の操縦をしているんだろ。やることもないし疲れたので今日はもう寝ようと思います。2日目、今日もバリバリ働いていくわよ。2日目も変わらずデッキの掃除とジャガイモ切りです。この船には芋以外の食べ物はないのかしら。きゃあ、船長。仕事をちゃんとやってるか見に来てみたんだ。もちろん真面目にやってますよ。いいみじん切りだ。船長、ダリンから離れることあるんだな。はは。じゃがいももいいんだけどさ、ちょっとハンドルを握ってくれない？え、新人なのにいいんですか？僕、ちょっといくつか確認しないといけないことがあるんだよね。わかりました。やってみます。どうやっていいかわかりませんが、とりあえず回してみます。絶対に新人に任せちゃいけないと思う。いえいえ、くるくるっとね。じゃあ、また船長。頼むから無言で背後に立ってるのやめてくれ。もしかして操縦が下手くそすぎたのかな？船長、顔面の圧が強いのよ。お願いだから何か言って。炉に餌を与えてから、好きなように過ごしてよ。あ、石炭ですね、わかりました。船長、さっき何をしていたんだろうな。船長もいろいろ忙しいんだわ。引き続き雑用やっていきましょう。皆さんどうもこんにちは。エビシューマイとカニシューマイだったら、エビシューマイを取るウプ主のミーです。シューマイの上に乗ってるグリーンピースはなんか美味しい霊夢だよ。なんでシューマイの話でスタートしてんだよ。え、シューマイが食べたいからさ。はぁ、あ。ということで今回も楽しくマリオメーカーの実況をしていきます。シューマイは出てこないのでご注意ください。当たり前だろうが。それじゃあスタートよ。最初のコースは初代マリオの10秒スピランだよ。初代マリオのスピランは初めてだな。できる動作が少ない分シンプルかもね。よし、頑張ってクリアするぞ。一体どんな仕掛けが待っているんだ。ノコギリー。もうちょっと高くジャンプしたらよかったのかな。ああ、あとタイミングな。次こそバシッと決めてちょうだいね。もちろん、これで決めるよ。よしよし、ここからだぜ。よ。やったー、ノコギリ超えたぞ。残り2秒。おーおー、10秒ぴったりだ。はぁ、なんとかクリアできてよかった。続いてのコースはちょっと不気味な密室コースよ。密室？
どういうことなんだ。こういうことだよ。うわぁ、クッパが目の前に。ちょ、お前押すなよ。残念だったなマリオ。これが仕事なんだ。何してんだよ。きっと扉に入れば OK なんだろうね。扉の先にもいる。はっ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 は。こっちの部屋の方が密着度アップだ。キモ。ちょっとここの部屋、扉がこんなところにあって一筋縄じゃ入れないわよ。だっはっは、どうだ。この野郎やりやがったな。入ったー。そしてまたいたー。俺様成長しちゃった。くぅ、こいつ幅取りすぎだ。ちょうどでかいクッパの足元に扉があるよ。あんな場所にあってどうやって入れっていうのよ。クッパが邪魔で全く進めないんだぜ。こらー、そこの髪を着なさーい。すんません。成長しすぎて動けないっす。だったらマリオさんにバラしてもらうしか。ちょっとのこぎりちょうだい。じゃあ。もうちょっと壁に寄ってよ。はい。あ、入った。小さい時に入れるのね。もう密室はいやー。今度は部屋広くしといてよ。こうしてマリオさんは密室を破ってゴールしました。続いてのコースはバグかもしれないコースです。これはバグね。まだ見てねえだろ。一体何がバグなのでしょうか。なんだろうな。やっふー。これは至って普通のことよ。どこが普通なんだよ。いやー、マリオさんの新技トゲコンボー下りすごかったね。新技でもなんでもねえ。バグだバグ。おおにぎり。しりとりじゃねえ。ってどういう意味だろう。これまた何かありそうなコースだぜ。普通に考えたら音符ブロックが邪魔で上に行けないよね。でもゴールがそこにあるってことは。すり抜けたー。どうなってんだ。あ、でも勢いが足りなかったかも。コンテナの向きを無視して飛んだよ。こいつは物をすり抜けたりはちゃめちゃなことをするな。さすがは人間をやめただけあるわね。お次はマリオの顔がキモくなるコースよ。すげえコースだな。それではマリオさんに存分にキモくなっていただきましょう。ちょっとこのドクロくんを高速で降りるよ。前にもドクロを降りていくコースをやったよね。この手の仕掛けは最後に何かがあるのよね。どんな仕掛けでも来い来い。まあ最後にキモい顔になることだろうよ。これキモい顔になるの？戻ろうかな。かっこよくなれるからそのままそのまま。大嘘なんだぜ。あ、ドクロくんが溜まってる。顔どころか全身キモくなってるぜ。ついでに声もやばいよ。大して変わらなかったわね。めっちゃ変わってたよ。次はうぷ主が苦手な謎解きのステージよ。大人にだけ入ることの許される場所。なんだか意味深ね。まずはこのコースがどんなコースになっているのか知らないとな。向かい合った土管が2つ。その真ん中には隠しブロックがあってツタが伸びるわ。あれ、ここは最初のスタート地点だよな。もしかしてループする感じかしら。うん、おそらくはそうだろうね。このブロックは後に億回叩けば壊せそうだよ。別の方法を考えるぞ。大人じゃないとって何かのヒントかな。一体その大人っていうのは何を指して言ってるのかしら。ん？何か上から音が聞こえるよ。あ、本当だぜ。天井裏のネズミがガサゴソやっているんだよ。ネズミホイホイ仕掛けておくわね。ネズミのわけねえだろうが。とりあえずぐるぐる回ってみるよ。一体何すりゃゴールできるんだ。ああ、大きくなった。これがもしかして大人ってことなんじゃない。土管に入る向きを変えたらキノコが降ってきたんだぜ。ってことはこのコース、土管をどっちに入るかによって、ゴールまで行けるか行けないか分かれるんじゃない。ここは、小さいマリオの時に行けなかった場所だよ。すげえな、一体どういう仕組みで小さい時に行けなくて、大きくなると行けるようになるんだ。これぞミステリーね。こっちに行ってみよう。おお、これは。やったー、ゴールに着いたー。真実はいつも一つ。